どうも皆さん、オージャスってことで、ジャシンと申します。さあ、今回もですね、毎年恒例、今年を振り返っていこうのコーナーでございます。はい。まあ、今日食っていくのは、こちら、日清のどん兵衛。今回は蕎麦ですね。はい、かき揚げ蕎麦買ってきました。サイ&キョウってことでね、まあ、僕らの缶&ペキを、ちょっとパクられた感じかな、これ。うん。で、すべてが主役ってことで、うん。まあ、食べてる僕も主役なんで、食べていきましょう。さあ、中を開けると、なんかすごいいい感じ。え?すげえ。見て。なんかパッケージに入ってる。こんな感じなの。そしてこれはなんか、先乗せクタクタじゃなくて、後乗せサクサクらしいですね。そういう風に推奨されてる。じゃあ、まずは、この粉末を中に入れて。で、こちらのお湯をね、入れていくと。オッケー。さあ、線まで入れました。で、あとは5分間待つだけと。で、まあ、やっぱりね、今年といえば、Tears of the Kingdom の初見プレイということで、まあ、約というかまあ、パート100かに及ぶ、まあ、割と超大作というか、長い物語になったんですけども、まあ、やってきたんで、それの裏話だったりね、ちょっと、この、シリーズ内で語れなかったこととか、まあ、そういうの語っていけたらなと思ってます。まずね、この、まあ、パート1、これに行くまでの話なんですけど、まあ、実は、この、パート1撮る、まあ、前日ですよね。若干体調崩してまして、正直最速でプレイ動画、実況プレイの動画、編集してあげるのきついかなって思ってたんですけども、まあ、どうしてもね、日付変わった瞬間に、やりたいなと思ってましたんで、まあ、その前日もう体調ちょっと悪いなって思った瞬間から体をね、温めるものを食ったり、もう12時間寝たりして、マスクして寝たりしてね、うん。できるだけ対策して、で、起きたら、まあ、見事に36度ちょいぐらいだったんで、まあ、体調をね、崩すことなく、まあ、いけたかなと。若干ね、こう分かる人は分かるかもしれないですけども、若干声がね、なんかかすれてるというか、いつもの声じゃない、多いですよ。まあ、僕は、ね、自分の声いつも聞いてるんでわかるんですけど、まあ、テンションが上がってるからかもしんないけど、若干声が違うっていう、そういうね、こともあって。結構大変でした。この、パート1収録する前は。だいたい1日、そうです、8時間から9時間ぐらいプレイして、で、溜まったところをまあ編集して、1日、まあ、2、3本ぐらい動画編集して、まあ、どんどんやっていくっていう。感じでやってましたね。で、なんか編集してる間にね、その、気になった部分だったり、敵の動きをね、分析して、まあ、こうしたらいいんじゃないかなっていうのを、まあ、メモしてやってるっていう。一応ね、この初見プレイの時に、いろいろこうやって書いてて、メモを残してあるんですよ。こんな感じで。見えるかな?うん。まあ、あまりちょっと見せたくないんですけど。このメモしながら、まあ、気になった部分を思い返して、その動画に反映させるっていう、そういうプレイングをやってました。まあ皆さんはね、そういう自分のプレイ動画っていうのは保存しないとは思うんですけども、まあ一回ちょっとね、保存して、なんか自分の旅路を見返すと、あ、こんなことあったなとか、こういう反応したんだ俺みたいなのも楽しめたり、まあ敵の分析だったり、ね、ここなんか見落としてんなっていうのがすぐ気づけるんで、その初見プレイの動画とか、録画して見返してみると、なんか面白い発見があるかもしれません。はい。まあなかなかいないけど、うん。まあ、これを機にちょっと自分も実況してみようみたいな、そういう人がいると、まあ面白いかなと思います。で、そろそろいけるな。こんな感じ。うん。まあ、普通、じゃあ普通だけど、ご飯だな。若干、なんか太いような気もする。で、ここに、七味ですよね。これを入れていくと。この七味がまた、いい味出すんですわ。で、ラスト。来ました。みんな大好き。かき揚げ。これを、上に、ちょん。おー。いいね。話の途中ですが、いただきます。ちょっと腹減ってるんで。まずはスープから。はぁ。うめぇ。うめぇ。うどんとかね、蕎麦の出汁ってなんでこんな、うまいんですか?カツオ出汁って言うんですかね。うん。素晴らしいっすよ。つゆか。じゃあちょっと麺の方も。いただきましょう。いただきます。スースルー
うん。長かった。うん。まあ、普通のインスタントそばよりもなんか、コシがあるような気がするな。気のせいかもしれないけど。若干なんか本当の生のそばの噛み応えを感じる。じゃあちょっと、かき揚げもいただきます。うまっ！かき揚げうまっ！マジこれ。もうシャキシャキしてんだよな、玉ねぎが。で、すごいこう、分厚いからジューシーで食べ応えがある。すげえ。あと素材の味もしっかり感じるわ。すげえ、うまっ。これは買いですよ。多分コンビニとかスーパーで売ってると思うんですけど。これうまい。で、話の方に、まあ戻りますね。まあ、結構コメントの方をね、まあ、読ませていただきまして、序盤の方、パラセールを、ね、取らずに、ね、パート何ぐらいだろう。パート9ぐらいまで、まあ、やったんですけど、まあ、これはね、まあ、半分真面目、半分、なんだろう、動画のためみたいな感じがあって、まあ、どうしてもね、地上に降り立つと、まあ、探索したいじゃないですか。まあ、いずれパラセールとかもらえるんだろうなと思ってはいたんですけども、やっぱ探索したい欲が強すぎて、パラセールも無視して行っちゃうみたいな。洞窟とかに新しい要素で、まあ、あったり、まだ見る敵とかもいたりしても、ちょっと舞い上がってたっていうところはあります。で、半分動画のためっていうのは、まあ、なんかね、インパクトがあることをしてみたいなって、心の中で思ってて、まあ、この動画みたいに、その、パラセールなしでちょっとハイラル城の残った部分をちょっと攻略して、見ようかなというところで、まあ、なかなか面白いものが見えたのかなと思います。結構コメントの方で、パラセール、やっとパラセールかって思ったら、なんかまだ撮ってねえのかよみたいな。結構ツッコミを受けてたんで、まあ、やっぱり大多数の人はもうすぐ帳簿台行ってパラセールをもらうのかなと、まあ思いました。うん。引き上げがうめえ。で、個人的にね、一番記憶に残った日がございまして、水上闘技場行ったり、命を刈り取る形してみたり、地底の最深部まで行ってみたり、ハイラル城に行ってみたり、ここら辺はやっぱなんか、めちゃくちゃ見どころのある部分がいっぱい多かったっていうのと、この当日、自分のね、家族が、ディズニーランドに行ったんですよ。ディズニーランド行くって言われて、僕はね、どうしても、このゲームがやりたくて、ディズニーも、ね、行きたかったんですけど、それをもう差し置いて、一人でこう、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムをやるって。はい。そんな感じの裏話的なこともありまして。まあ、ディズニーには、ね、行けなかったけど、こんなね、楽しい日々を送れたんで、まあ、今となっては良、ね、かったかなと思いますよ。で、まあ、この辺になるとね、まあ、ちょっと YouTube とか、Twitter とかでね、まあ、ちょっとネタバレに近いようなものも、まあ、ちらほらと、見られたんですけど、僕はね、極力、もうサムネも、ちょっと怪しいって思ったら、プッて、目をそらす、まあ、そういうね、特別な訓練を受けてるので、意外とネタバレされた場面っていうのはなかったんですけども、唯一ね、ちょっとネタバレを食らったことがありまして、まあ、これなんですけど、キンググリオクっていう存在。これまでは多分ね、グリオク一体しか倒してないんですけども、まあその上位種がいるっていうのを、まあちょっと YouTube の、ね、サムネで、まあ、知ってしまったんですよ。どうしても見てしまったと。だから、え？みたいな。え、キンググリオクって名前なの？みたいな。ちょっと反応してると思うんですけど、まあちょっと演技って言いたくないんだけど、まあ、若干知ってた。うん、ここだけの話なんですけど、まあ知ってて、キングクリオクねみたいな。そういう反応してました。ただ地底にいるっていうのは知らなかったから、そこはまあ、驚きだったんですよ。ただまあ、それぐらいだったから、まあ自分のね、危機回避能力的なところは、割と備わってるかなと思いますね。細かいこと言ったら、いろいろありそうな気がするけど、まあ、そこまで大きなネタバレでもないし、まあ許容的な部分ではあったんで、まあ、ほんとこのキングクリオクぐらいですかね。ここだけは、まあ、半分ちょっと、演技もありました。まあ、ここだけの話です。ちょっとこう、熱々からちょっとぬくい感じになってきた時がね、食いやすくて、好き。で、この辺から、まあ、ダンジョンですね。初めてのダンジョン。これ、切ったいんですけど、もう、最初の神殿に行くまでに100時間かけた人がいるのかなっていう。
これね、別に僕狙ってたわけじゃなくて、もうほんと探索し尽くしてから、神殿に臨みたいっていう。知らないためにね、死ぬほど準備するって多分みんなやってることだと思うんですけども、ここはね、ネタとかじゃなくて、マジで、多分、実況とか抜きにしても、個人的にプレイしても多分100時間かかってたと思う。これはマジで。僕そういう人間なんで。探索大好き人間なんで、多分ね、関係なく、こういうプレイングしてたかなと思います。早く、ダンジョン行けよみたいなコメントもいっぱいあったんですけども、そんなのもう、ガン無視っすよ。ガン無視っていうか、基本的にね、この動画シリーズの目的がもう、何の情報も見ずに、ね、プレイするっていうのが一つありましたんで、ちょっとしょうがない部分ではあったんですけど。いやでも俺の視聴者の人にも初めてのダンジョンで、まあ、100時間とはいかずとも、まあ、何十時間もね、探索していったっていう人は多いと思うんですよ。決して僕みたいな人間は稀有な存在ではないと思うんですけど、皆さんはどうですか？ちょっとここ聞いてみたいです。そろそろ、なくなってきました。もう食っちゃうか。ああ。うますぎてね。足が進んじゃうんですよ、これ。ちょっと、かき揚げの、細かい部分はしっかり、食らいつつ、はい。クリアと。いやー、これうまかった。ごちそうさまです。これマジでうまかったんで、皆さんも、食べてみてください。で、まぁ、ここからの流れは、まあ同じですよね。探索して、満足したら、新聞移動ね。満足したら、移動ね。ここね、まさかの三つ目のダンジョンが、魂の神殿っていう。このルートもね、なかなか、いやでもいるのかな？俺みたいにこう探索めちゃくちゃやる人だと、結構たどり着く人は多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、結果的な話だとね、ストーリー的な部分で見ると、この魂の神殿を最後に行った方がね、綺麗にストーリーがまとまるんですけども、まあ、それでもね、このゲーム、どっから行ってもストーリー破綻なくいけますんで、まあ、僕はね、このプレイングは、まあ、否定したくないですね。このプレイを否定したら、このゲーム自体を否定するようなものだと僕思ってますんで、これはもう、僕は、あれです。誇りを持ちます。誇りというか、よく探索したなと、自分をね、褒めたいと思います。で、そんな毎日をね、過ごしていたら、なんかここら辺で体調崩したような気がする。まあ、結構ね、今年なんか体調崩した場面が多かったなと。はい、思いますね。この時もそうだし、最近もね、11月ぐらいからずっと喉が痛いっていうことがね、まあ、ありまして、もう先に言っちゃうとね、来年の抱負はもう、常に健康であること。これをね、ちょっと、気をつけていきたいなと、はい、思ってます。ただまあね、僕がこの毎日3ヶ月、3ヶ月毎日30分ぐらいの動画をね、投稿し続けたって、まあ、昔の視聴者の方だったらね、もう考えられないと思うんで、まあ、僕は、ね、頑張ったと。自分にちょっと、頑張ったでしょうをあげたいぐらいなんですけど、どうですか？まだ甘いですね。最近ちょっと動画投稿とか配信も、まあ、サボりがちというか、やることが、ね、そこまでないんで、まあ、自由気ままにやってるんですけども、まあ、そろそろね、動画も、ちょっと、本腰入れてやっていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。で、最後に、ね、これ、どうしてもね、尺の関係上、まあ、ちょっと長い動画になってしまったんですけども、このね、エンドロールで、まあ、ちょっと感極まってるので、あまりこう話す内容もまとまらずに、やってしまったんですけども、ちょっとね、ここでエンドロールで話しておきたかったことがあるんですよ。発売前ぐらいに任天堂の公式でね、その開発者の人が、なんかインタビュー的なものを受けてて、それの文をね、読んだんですよ。このゲームのテーマ、まあ、結構皆さん気づいてる方もいると思うんですけども、手と手っていう。テーマがありまして、リンクの右腕とね、その賢者たちがこう手を繋いで、こう力を、ね、こうもらうみたいな。まあリンクの能力自体もね、全部右手に宿ったり、最後のね、こう、ゼルダに手を差し伸べる場面、あそこもまあ手と手を繋ぎ合わせるっていうのがテーマになって、確かになと。深いなと。なんか個人的な解釈だと、多分開発中ってもうコロナまっしぐらだったと思うんですよ。そんな中ね、その、ね、手と手を繋ぎ合わせて、こう超えていこうみたいな。乗り越えていこうみたいな。なんかそういうこともあるのかなみたいな。これ完全なもう、憶測というか妄想に近い話なんですけど。で、あとね、まあ、SNS に関することもなんか言及してて、いやブレスオブザワイルドとかね、発売してもう5、6年経って今でも、YouTube とか Twitter とかで、そういう動画とか上げてる人が
いることに、まあ、すごい感謝してるというか、勇気をもらってるみたいな話をしておりまして、まあ、個人的になんかすごいこう、そこから勇気というか、元気もらえたなと思いますね。まあ、建前上そう言ってるだけかもしれないですけども、まあ、動画をね、上げてる身としては、まあ、やっぱね、どうしても実況を見て満足しちゃうなっていう人って、まあ、いると思うんですよ。この動画を見てる人もそうだし、僕もまあ、そういう時も、あります。それってすなわちまあゲームを作ってる側からしたらまあ不本意なわけじゃないですか。だからそんな中でもその任天堂さんまあ作ってる方ですよね。そういう人から SNS で勇気をもらうみたいなそういう発言をねもらえるっていうのがちょっとなんか嬉しかったなと思います。まあちょっとこのねインタビュー概要欄に貼っておきますので、興味ある方は見てみてほしいんですけど、制作の裏話みたいなのを聞けて、ファンにはもうたまらない内容となってます。で、まあ最後にね、まあこのゲームが終わって、で最近ね、そのゲームオブザイヤーでしたっけ？よくね、配信とかでもコメントもらうんですけども、まあ残念でしたね、みたいなことをいただくんですけど、まあしょうがないかなっていう部分はね、まああるんですよ。っていうのもまあ、続編なんでね、どうしても前作のゲームシステムっていうのを引き継いで、まあ、悪く言うと、使い回しっていう言い方になってしまうんですけど、そういうのがあるんで、まあ、ブレワイでね、ゲームオーザーイヤーって、まあ、ハードルも上がりに上がったし、ブレワイやった人が、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムやると、まあちょっと、目新しさっていうのは、まあないのかなっていう印象はまあ、確かに僕もね、あります。ブレワイを初見でやった時はね、もう全てが初めての景色だったわけで、まあ、そこから得られる感動ってのは、まあ多かったなと。Tears of the Kingdom も、まあゾナウギアとかね、新しい要素、いろいろあったんですけども、まあ、やっぱり、地上のマップってのは、やっぱもう同じ景色なわけで、その初見プレイの感動ってのは、ブレワイよりかはなかったのかなっていうのは正直あります。まあ空島地底っていう、まあ新しいマップがね、上と下に出ましたけど、空島もなんか、思ってた以上に、その、行けるとこがなかったなっていうのもあるし、地底もね、その、最初の方はすごい魅力的な、もう無限に探索できんじゃんって思ってたけど、まあ、やっぱプレイ重ねて慣れてくると、なんか同じ景色だなっていう感じはしちゃったので、まあ、そういうところでゲームオブザイヤー受賞できなかったのかなと、まあ思うんですけど、まあ、これだけはね、言わせほしい。僕はね、いいんすよ。そういうの。そういう、一番だったよ、みたいな。そういうのは良くて。もう自分の中でね、そのゲームが面白いと思えば、もうそれが一番大事なんですよ。もうなんちゃら賞とか関係ない。自分が面白いと思ったらもうそれがいいんだって。そういう風に考えましょう、皆さんも。まあそんな感じで、まあ振り返るところはこんなもんでいいのかなと思います。まあちょっと今後の話をしていこうと思うんですけども、さっきもね、言ったように、まあちょっと動画の方をやっていこうかなと思ってます。で何をするかというと、ブレス・オブ・ザ・ワイルドやっています。ここでね、ちょっと立ち返って、もう昔からちょっと やりたいなって思ってた企画だったり、ちょっと、ね、やり残したことがあったりするので、まあそこをちょっと来年はやっていこうかなと思ってます。まあ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムもね、まあ、DLC がないっていうのが公式で発表されたので、まあとりあえず1年は、ね、様子見て、あとアップデートですよね。アップデートがまだ終わりそうにないので、まあ、そこら辺様子見て、もうアップデートないのかなってなった段階で、まあ、ちょっと Tears of the Kingdom の方も触れていこうかなと思ってます。まあ、あとね、なんか噂によると、時のオカリナですか。結構ね、その Tears of the Kingdom でも、時岡を彷彿とさせるね、その要素があったりして、で、なんか時岡のそのリメイク的なものは、あるんですかっていうね。その聞かれた青沼さんが、ノーコメントって言ってるんですよ。これちょっと怪しくないですか ?DLC とかね、もうないって言ってるのに、あえてここでノーコメントって言ってるってことは、もしかしたら、時のオカリナリメイクがあるのかもしれないと。うん。これちょっとね、僕、期待したいんですよ。今後のね、任天堂ダイレクトですか、この夏にしていきたいなと思ってます。というわけでね、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ。